の紹介をしたいと思います。それでは私から、明るく楽しく元気よく今日も精一杯頑張りたいと思います。さとみです、よろしくお願いします。イエーイ。倖田來未の真似ができます、あかりです。どうも倖田來未です。今日はこの会場を盛り上げていきますので、皆さんもどんどん盛り上がってください。あかりです、よろしくお願いします。イエーイ。今日はいつもと違う髪型にしてみました。今日も張り切って頑張ります、アリサです、よろしくお願いします。イエーイ。イービーズのイベントに立てて感動しているリカコです、よろしくお願いします。イエーイ。今日いつも買い物に来ているイービーンズさんに呼んでいただいてとても嬉しく思っています。次の2曲も自分らしく歌って踊りまくりたいと思います。リノです、よろしくお願いします。イエーイ。はい、自由気ままなチャランポランリセです、よろしくお願いします。イエーイ。はい、トゥデイニューポジティブシンキングのフーカです。今日も元気いっぱい頑張りますので、よろしくお願いします。イエーイ。はい、私の家は蕎麦屋なんですけど、私こう見えて料理をするのが大好きです、カオルコです、よろしくお願いします。イエーイ。ビジュアル系とアニメが私の元気の源です、マリカです、よろしくお願いします。イエーイ。新メンバーのレイカです、今日も元気いっぱい頑張りたいと思います、よろしくお願いします。イエーイ。というわけで気仙沼からやってきました SCK45 です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、たくさんの方に集まっていただいて今日気仙沼から来た甲斐がありましたね。はい、ちょっとですね、今日はいつもと違った MC をしようかなと思ってまして、ちょっとメンバー一人一人にね、質問をして答えていただこうかなと思います。じゃあさとみちゃんから質問一つ目です。はい、はい、一つ目はどうして SCK に入ったのかを聞いてみたいと思うんですけど、まあとりあえず私から喋らせてください、お願いします。はい、と私が SCK に入った理由が、うち新聞とか取ってなくて、親がたまにこうコンビニで買ってくるんですけど、ほうほう、なんかある日突然、なんかある日突然でもないな、なんか新聞を親がちょうど買ってきて、その日の新聞になんか SCK45 メンバー募集みたいなちっちゃい欄があって、それをなんか見つけまして、親が学校から帰ってきたらなんか面白いのがあったぞと、なんだそれはとこう見てみた時に、なんかそうメンバー募集って書いてあって、まあなんか面白そうだし応募してみるだけしてみようかなって、こう、どうせ無理だろうけど、まあやってみようと思って応募したら、はい、集まりました、集まった皆さんメンバーです、えみたいな、そういうちょっと自分でもびっくりしたんですけど、そういう成り行きで入りまして、今ここでなんかリーダーとかやらせていただいてるんですけれども、はい、はい、そういう感じで、はい、すいません、なんかまとまりがないですけどね。いやいやいや、素晴らしいですよ。はい、それでは次、鈴鹿ちゃん、はい、なんで SCK に入ったんです。はい、友達が新聞で見つけて、私は見つけなかったんですけど、うん、応募してみようかなと思って、もともと歌と踊りが好きだったので、うんうん、応募してみて集まってメンバー決定みたいな感じです。はい、はい、じゃあ次はカルコちゃん、はい、ルコちゃん、はい。私は友達に誘われて入ったんですけど、でもやっぱり復興とか支援してみんなの笑顔が前みたいに増えればいいなと思ったので入りました。立派ですね、はい、私の理由がなんとも、いえいえいえ。じゃあ次はマリカちゃんに聞きたいのでマイクお願いします。はい、マリカさん。はい、マリカはカオルコ先輩、先輩なんですよ、カオルコちゃん、同じ学校の1個上の先輩なんで、で部活も一緒で仲良かったんで、一緒にやってみないって言われて、私入って、今すごいこんな人がいっぱいいるステージにいるのをすごい感動してます。すごい緊張してるし、もうみんなありがとうございます。はい、続いて新メンバーレカちゃん、
ちょっとお願いします。私前からダンスが好きで、SCK のイベントを1回見に行った時にすごくかっこいいなって思って、みんなと一緒に踊ったり歌ったりしたいなって思って応募しました。2期生の、はい、はい、これからも一緒に頑張りましょう。はい、しっかりしてますからね。そうですね、なんか多いですね、そこまでしっかりした子もいると。はい、それでは行きたいところなんですが、質問を変えたいと思います。おお、はい、あ、天然出ました今。すいません、すいません。の SCK に入ってなんか良かったこととか学んだこととか、なんか感想って言ったらなんか違うような気もしますけれども、はい、そういう感じのことを聞けたらいいなと。はい、あかりさん、高田久美の真似がうまい、あかりさんお願いします。私は、この SCK に入っていろんな学校の人とかいろんな学年の人とかと一緒に踊れて、すごいもうね、先輩とかはもう優しくしてもらって、その人とのつながり的なものを学びました。すごい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてアリサちゃん、この後に言うんですね。はい、後です。私が学んだことは、チームワークです。個人で踊るんではなくて、みんなで踊りを揃えて踊るので、それがみんなと合わせることを学べた機会になったと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは続いてリカ子ちゃんお願いします。私もチームワークなんですけど、みんなと踊り合わせて踊るのは、チームワークが大切なので、頑張れ。チームワークがすごく大切だなっていうことを学びました。はい、はい、ありがとうございます。かわいい、かわいい。はい、続いてはちょっと大人っぽいりのちゃんお願いします。私はやっぱりその学校以外の友達やいろんな学年と人と関わって、その自分も大好きな歌やダンスをできることがすごく嬉しいし楽しいと思っているので、これからも続けていきたいし、入ってすごい良かったと思ってます。はい、ありがとうございます。それでは締めをリセちゃんにお願いしたいと思います。はい、この素晴らしいコメントの後にね、このチャランプラの私が話していいのかというところなんですけど、そうですね、 SCK に入って今まで味わえなかった感動と皆さんの温かさを身をもって感じた気がします。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、ということでこのような質問をさせていただいたわけですが、はい、はい、ちょっと頭の隅にでも入れておいてくれればなと、はい、よろしくお願いします。思います。すいません、思います。はい、でこの春からですね、りのちゃんとありさちゃんとあかりちゃんは中学生になりますし、かおるこちゃんは高校生になりますし、春からも頑張っていきたいなと思います。そしてですね、次の曲のことなんですけど、皆さんにぜひぜひ言っていただきたい掛け声がありまして、もう大きい声でお腹の底からチャッチャッチャーって言ってもらえれば、私たちももうテンション上がって楽しくできますので、それ振り付けがですね、私たちがトン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 せーのって言ったら、皆さんチャッチャッチャーってよろしくお願いします。ぜひね、皆さん一緒に盛り上がりましょう。じゃあ次の曲いきます。はい、今リセちゃんが言ってくれたようにチャッチャッチャーっていう掛け声が入ると、もっと明るく楽しく、明るく楽しい曲になっていますので、はい、皆さん楽しんで聴いてください。それでは新曲です、新曲です、新曲です。聴いてください、ネバーランド。
ジェネレーション。
ここでマリカちゃんからちょっとお知らせがあります。マリカからお知らせです。今から4階で私たち SCK のグッズ、気仙沼のご当地キャラクターほやぼやのストラップなど販売いたしますので、この1階のイベントが終わりましたらぜひ見に来てください。お願いします。マリカからのなんだっけ、お願い、あ、お願い、お知らせ、お知らせです、すみません、お知らせ、お知らせ、あー、いです、お知らせ、以上でした。ピンポンパンポン、はい、それではこの後また3時からイベントありますので、皆さんよろしかったらまた見にいらしてください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。